川田古墳群全体図。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1975年。川田古墳群は、能登半島中央部、石川県鹿島郡中野戸町から、七尾市にまたがる古墳の集まりを言う。前方後方墳である、川田総産一号墳と群衆墳からなる。川田総産一号墳を含む、総 軍、七の旧市軍、川田高山 AG 市軍の旧市軍に分かれる。宗山市、軍、七の旧市軍分布図。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1975年。1990年代に分布が精査された、川田総三市軍、川田七の旧市軍について、構成内容を記す。 ただし、噴球上流期は除く。3DCG で描画した、川田総産1号噴1999年2000年に、範囲確認のためのトレンチ発掘を実施。噴球川田総産1号噴は、白山神社裏の長さ140メートルの、丘陵尾根の南西端に位置し、後方部を平野に面して築造されている。後方部の標高は、約40メートル。 丘陵裾からの飛行は約25メートルを測る。土砂採集により後方部後方の噴糾が失われている。自然地形を巧みに利用しており、前方部前端は丘陵暗部を切断したもので、噴糾南側に前方部から後方部にかけてテラス状の平坦面が形成されており、本来後方部後方まで続いていたと推定される。一方、後方部北側は、 自然の丘陵斜面に移行しており、前方部北側と後方部の間に直角三角形状の平坦面を認めるに過ぎない。噴球はやや歪みが認められ、前方部前端は主軸に直行せず、北隅が突出している。また後方部は正方形ではなく、主軸方向が短く、後辺部にやや広い台形状をなす。後方部噴頂は平坦面が広い。前方部は、 先端が若干隆起する。二段蓄成をなし、後方部では上段がり土、下段は地山削り出しで紛糾を整えている。前方部前端にも紛糾傾斜の違いから段が想定できる。上段が全体として鋭角的である。粉糾に就稿を検出できなかった。葉には吹き石は認められない。蒸気発掘調査の成果による紛糾規模は 以下の通り。全長55.0メートル、後方部長30.5メートル、後方部中央幅36.1メートル、高さ南極より5.0メートル、首レブ幅13.1メートル、前方部前端幅25.0メートル、前方部前端高さ3.3メートル。出土異物後方部南側の角トレンチで、流度中等から水期編若干が出土したが、 周囲の古墳に伴うものと判断される。くびレ部南側とレンチ床面から、弾き辺が出土小辺なので時期判別は難しい。築造年代本墳を最初に、学術的に報告した1977年観光のドリア公開古墳群分布調査報告では、本墳を5世紀代としていた。宗山5号墳から6世紀前半の末期が出土し、1号墳に、 対する2から15分の整然とした配置からそれらの古墳と1号墳の間に密接な関係が予想されたからである。1978年観光の雨の都墳群の調査でもご正規代としている。発掘調査を経て2001年に観光された石川県鳥屋町川田古墳群では、のど近辺の前方後方墳、前方後円墳との比較検討。 断築を有することなどから、四世紀中頃から第三、四半期に否定している。一号墳北西角からやや降ったところに築造された、円墳。一号墳許可の斜面をやや削って修行が巡っている。出土異物なく、時期不明。一号墳広報部広報に接して、西斜面に築造された、中規模円墳。墳形は乱形をなし、同墳修行は一号墳後方のテラスを、 かなり損ねていると見られ、分担に接す,する部分で、直線的となっている。出土異物なく、時期不明。河田総産6号分の南西に位置する。墓地造営のため頂上が作兵されているが、計約15メートルの円墳と考えられる。作兵された面よりは総警部編、亀警部編など4点の土器編が採集されている。MT15 形式に属するものと推定。年に、 トレンチ調査を実施、一号墳南西角を切って、周光を半周させた円墳。周光幅は、墳丘北で狭く、東側で広がる。墳丘東側の周光は、一号墳零点五メートル掘り込んでいる。墳丘は一号墳境に零点七メートル森土を施すものであった。周光堤より、末木が目片が見つかり、t k 四十七形式の特徴を持ち、 湿度状態から見て本墳に伴うものであろう。他に、就航中に浮いた状態で出土した TK208 形式と考えられる、土器片があり、その流出元として宗山7号墳が候補と考えられる。1号墳広報部テラス上に蓄造された、小型低墳球の円墳。墳長の大木が倒れて墳球が損なわれている。2000年にトレンチ調査を実施。 一号墳後方部南東角を切って南斜面に築造された円墳。北半分に周行が半周している。発掘の結果、周行堤から月等の末期発展が出土、MT85 内シティ K43 形式と推定される。本古墳は古墳群中で確認された中で最も新しい時期に属する。百九十九年に トレンチ調査を実施、一号墳後方部墳町にあり、発掘調査の結果、不整形な楕円形の土壕が検出、中央に大小15個の歴史が出土、墓と推定されるが性格はよくわからない、築造年代は不明、1998年にトレンチ調査を実施、丘陵生誕の尾根頂上に位置する、円墳であるが、 高級をなす3 5号分と接していることから合わせて前方後円墳となる可能性があり発掘調査を実施結果は3 5号分との間に尾根に直行して溝が掘られており31号分は円墳3 5号分は残旧であることが分かった他の部分に周合はなく西から北にかけてテラス状の平坦面が形成されている部は広いが やや作兵されているようである。古墳に伴う溝の下から、弥生時代後期と思われる幅0.6メートルの溝が検出。1998年にトレンチ調査を実施、31号墳墳居北西に接する。発掘調査の結果、本塚をめぐる就航が確認され、溝底に弾き湾が出土。裏は糸切り底となっており10から11世紀以降に下る。 ものと考えられる。古墳と比べて頂上が丸く満洲状をなす。付近にある91号、61号、62号も同じ形態をなしているのでつかと判断した。2000年にトレンチ調査を実施。給料尾根のほぼ中央に47.48号墳がある。47号墳は清掃的な円墳であるが、48号墳は低墳球をなしている。 校舎が塚であるか否かを探るため、両噴管にトレンチ発掘を実施、48号噴噴頂から末期が目変が出土。TK208 形式と考えられ、48号噴も円噴と判断された。1996.1997年にトレンチ調査を実施、丘陵生単斜面の南側朱脈尾根に位置する中規模円噴。背後の尾根を断ち切って造営。 発掘調査の結果、紛糾の北半部を地山成形、南半部に森土を施していることが分かった。また、南北方向に幅3.8メートル、長さ9メートル、深さ0.6メートル以上のやや不成形な母校と見られる落ち込みが検出。異物等は出土していない。1995年にトレンチ調査を実施。トレンチから 関係の末期高月一点が湿度。地形は、噴球上流期であり、上から転落してきた異物とも考えられるが、便宜上93号噴とする。長脚一段スカシの無害高月で、MT15 形式の特徴を有する。丘陵再生端部に位置する。なだらかに広がる尾根上と、その間、傾斜面に噴球を接するように密集して、分布する。噴球のすべては、 警護から10メートル前後、高さ1メートル前後の小規模低噴球のもので、外面的な観察で確認されたものは50基。給料裾で増母されたもの3基が霧通紙面に、噴球断面を露呈しているが、石質、石管などの使用は認められない。1990年代に、鳥屋町教育委員会により分布が再調査、されている。25基を確認。 比較的規模の大きい円粉を中心に、尾根筋状に列状に分布する傾向。7から10期を単位に3小子群にまとまりを見せる。1990年代に、鳥屋町教育委員会により分布が再調査されている。20機を確認。B 子群と同様の分布傾向を示し、2から3小子群に分割可能。1990年代に、 鳥屋町教育委員会により分布が再調査されている27基を確認。尾根校所に位置する比較的規模の大きい塩粉を中心に人手状に分岐する塩根に、計5から10メートル級の塩粉が4から7基を一単位としてまとまりを見せる。分布状況から見て五少子群に分けられる。1990年代に鳥屋町教育委員会により分布が再調査。 されている。D 市群が立地する尾根とは暗部を挟んで東に、絶上に広がる丘陵尾根上に分布する。17基を確認。最高所に立地する位置する、比較的規模の大きい円墳を中心に3方向に、分岐する尾根筋上に列上に分布、4から6基を一単位に3から4小指群よりなるものとみられる。D 市群と丘陵尾根部を挟んで、約100メートル隔てている。 18基を確認。BC 市軍と同様の分布状況を提し、およそ3から4の小市群に分かれそうである。尾根筋からやや降った、急陵斜面で3基を確認。小規模な分岐に比較して高い分級を持ち、内部主体は横穴式石室である可能性もある。同一急陵北端部の中原に白馬横穴群が存在しており、本市群との関連が注目される。 白馬なぶら山古墳群とも言う。一号墳は、計13.5メートルの円墳で、木管地下層、末期と弾きが出土し、六世紀末の年代とされている。能登周辺の前方後方墳で、断築は、柳田府、小山古墳、雨宮一号墳、川田総山一号墳に認められる。川田総山一号墳は、断築、墳居平坦面。 ジョーダンクビレブの特徴から見て、雨の宮一号墳に近い墳球形式ということができ、築造年代も前後するものと推定される。川田総産一号墳造営の前段階において、能登半島では大規模古墳を主墳とする小田中古墳群や雨の宮古墳群などの形成が始まっており、能登の政治勢力の中枢が地交代中部域に集中化しつつあった。 大地中石地の中央部で農業生産力の最も高い地域であり、外裏、内裏の海運拠点ともとお距離の位置にあたる。そして北部の都への接触にも便利な二宮川流域から西湾岸へのコースを掌握する地域でもあった。宗山一号分の被装者はおそらく、の都の政治勢力の一翼を担うものであり、その出自として挙げられるのは大月十一号分。 国分につか一号墳、小田中亀三つか古墳、雨の宮一号墳の被装者の近親者もしくは、これを外する一族の長と考えられる。川田総産一号墳築造後、約一世紀の空白期間を経て、後期群集墳の形成が始まる。少なくとも、川田総産主軍、川田七の旧主軍、川田高山 AD 主軍では五世紀第三。 四半期から六世紀後半まで途切れることなく築造されている。これらの士群では埋葬施設に石材を使用した形跡は見られない。能登の小規模噴に横穴式石室が普及するのは六世紀第四四半期からであり、これらの士群は横穴式石室が一般化する以前の群集噴ということができ、六世紀後半のうちに象徴するものといえる。 宗山氏軍の北西裾、大池西隣に開園。主な内容は書き。ありがとうございます。